少し先の未来、あなたたちの暮らしはどうなっているのでしょうか。これまで時代とともに身の回りのものは進化し続けてきました。ではこれから先の進化へ大きな可能性を秘めているものは何でしょうか。それは私、機能性フィルムです。私の特徴は何といっても光や熱、空気などを意図的にコントロールできて、軽くて形も変幻自在、それでいて硬く強くもなれるので金属やガラスの代わりにも使われるんです。また植物由来の成分で作られるものもあるので環境にも優しいんですよ。そんな私が社会の中でどのように使われているのかご紹介します。私をかざして少し先の未来を覗いてみてください。こちらのオフィスの中で私はどこで使われているかというと、ここで使われています。窓に私を貼ることで外から入る光の方向を変えて部屋の奥まで光を届かせることができるんです。すると曇りの日でも自然の光でオフィス全体が明るくなります。気持ちのいい空間で仕事ができる上に電気代の節約にも一役買っているんですよ。こんなところにも私は使われています。車の窓ガラスやバッテリーに使われている金属を私を活用した違う素材に置き換えることで車が軽くなり燃費の向上に貢献できるんです。そしてそれは環境負荷の低減へとつながっていきます。加えて私はモニターのようにさまざまな情報を表示できるので今よりもっと車の移動は楽しい時間になります。何やらトラックの中に冷蔵品を積み込んでいるようですが、この箱に注目です。実は冷蔵品が入っているこの箱に私は使われています。私は熱を遮ることができるので箱の中を長時間一定の温度で保てます。保冷するための電源を必要としないので常温のトラックでも冷蔵品を運ぶことができるんですよ。何千キロも離れた場所へ冷たいアイスキャンディーを届けることもできるかもしれませんね。そう遠くない未来、私は社会のさまざまなシーンの中で今よりもっと当たり前に使われるようになります。あなたの暮らしをもっと便利に、そして快適にするために、もしかしたら未来が見えるフィルムも本当にできるかもしれませんね。